豊福工事は佐賀県鳥栖市出身の元プロ野球選手、宇藤左だ。中学校時代には鳥取リトルシニアに所属。3年時には遊撃試験投手の一番打者としてジャイアンツカップに出場。鳥栖高校では1年時から公式戦に出場。2年秋からは首相を務める。チームとしては2年夏県大会での準優勝が最高成績で、 甲子園出場経験はないが、50メートル5秒8、100メートル11秒1の瞬速と、遠投110メートルの強権を誇り、同じ都市高等学校出身で、同じ平野国高監督の指導を受けた、小形光一二世との評価を受けていた。高校通算13本塁打。2009年のプロ野球ドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスの5位指名を受けて入団。しかし、 2010年2011年とも一軍公式戦への出場機会はなかった。2011年10月25日に球団から戦力外通告を受けたが、11月30日に育成選手として再契約。2012年には主に三軍戦へ出場していた。同年10月31日には育成選手の規約に基づいて自由契約を公示されたが、 後に育成選手として、再び契約を結んだ。2013年には、支配下登録選手への復帰を果たせないまま、10月26日に、球団から戦力外を通告。10月31日の自由契約工事を経て、12月12日に、チーム運営部員及び3軍スタッフへ転身する、ことが、球団から発表された。ありがとうございます。